はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。ドラゴンボール Z カカロットアルティメットご飯魔人ブーと戦うということでいきましょう。アルティメットご飯さんですよ。前回かなり進んだからね。ゼロ5点、トランクス君、ピッコロさん、おい、間に合ってくれ。さあ間に合ってくれということで戦いに行きましょう。今日はね、いろいろとね、嫌なことがあってね、またちょっと病状が悪化しちゃってるんですよね。だからね、実況もちょっとあんまりテンションが上がらないかもしれないけど、頑張っていきましょうか。参ったな。フュージョンも終わっちゃったよ。殺されちゃうよね、絶対。頼りになるとは思えんが、俺も戦う。やるだけやって一緒に死のう。ピッコロさん、なんだこの気は。誰か来る。わあ、かっけえ。帰ってきたご飯、限界を超えた奇跡のパワー。もうこれもタイトルにしていいでしょ。もう兄ちゃんだ。よかった、間に合って。ご飯さん、兄ちゃん、よかった、死んだんじゃなかったんだね。あれがご飯なのか。以前とは木の種類が違う。甘さも消えている。だからあいつとは分からなかったんだ。他のみんなは殺されちゃったよ、魔人ブーに。母さんやデンデたちもか。そうだよ、僕たち以外みんなだよ。デンデいなくて大丈夫か。美味しかったぞ、みんな食べちゃったんだ、俺がチョコにしてな。いや違う、感じるぞ、かすかな気を。おい、まさか俺と戦うつもりか。違う、貴様を殺すつもりだ。わ、ご飯くん、セリフが。で、今回ね、前回でもね、マイク音を下げております。許さない。はい、流通劇行こうか。おい、おい、あんま当たんなかったね、流通劇。ご飯ちゃん、一発で持っていかれてるじゃん。うおい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 、72か、強いな、ブー。うわー、ご飯ちゃん、おい、こっちの方当たんじゃない、ご飯ね。さあ、アルティメットご飯頑張れ。簡単に倒せるかと思いきや、うわ、よいしょ。火力は高いのか、ご飯は。おい、よいしょ。あんま当たってないよね、この技ね。うわ、ブーノが HP が高いぞ、異常に。いや、ご飯ちゃん、ホームチェンジはスーパーサイヤ人。よいしょ、ほい。流通撃は全然当たってる気がしないんだよな。うわー、ほい、9万。いくつ当たってる。10万ぐらいしか当たってないかな。うわー、ご飯の方が明らかに打ち負けてるぞ。カメハメハの方が当たるね。これは透明からカメハメハだな。これはカメハメハ、カメハメハだな、透明から。本当に近接があんま当たってないご飯。ほい、追撃入れる前にカメハメハだ。ほい、オッケー。よし、レベルアップ。75、必殺釣り、2レベルぐらい一気に上がったね。
いや、きついきついきついご飯。意外に負け。お前は。やっぱりな、お前だったか。遠い遠い、ずっと遠いところで強い力を感じていた。俺は俺より強い力を許さない。そいつは残念だったな、魔人ブー。よく聞けよ、俺はお前だけは許さない。絶対絶対絶対だ。自爆か。自爆好きだな、ドラゴンボールね。栽培マンから始まってね。え、あと誰。 すまんご飯、助かった。いえ、自爆するとはな。死んだのか、ブーは。いえ。どういうことだ、逃げたのか。気を感じないぞ。あいつだって気を消せますよ。隠れてチャンスを狙ってるのかな。わからない。でも何かを企んでいるようだった。もし本当に生きてたってへっちゃらだぜ。あの野郎、ご飯さんに手も足も出なかったもんな。俺たちのスーパーゴテンクスぐらい強かったよな。もっと強かったよ。そうか。ちょっとだけな。そうだ、聞かせろご飯。どうやってそこまで極めたか。へえ、そんなすげえじいさんが。それよりドラゴンレーダーは誰が。ああ、俺が持ってはいるが、デンデが殺されてしまってはドラゴンボールはもう。大丈夫、デンデは生きてますよ。ほら、かすかに気を感じるでしょ。何、本当だ。デンデのところに向かいましょう。デンデのところに向かいましょう。え、どこにいるの。かすかに誰かの木が。何、おお、生き残ったものを探し出そう。ありゃ、探し出すクエスト的なやつが始まったっぽいけど、これはメンバーがトランクスくんがいるから、これはキャラクターで、あ、5点も、あれ4人でいけるの今回。いやー、これ5点たちの全部取っていったら、これどえらいことになんな。技、まあ、とりあえず5点たちはいっか。そんなに多分ずっといるキャラクターじゃないと思うからね。え、まあ連携無慈悲、まあでもここで取っとくかな。そのまた戦うかもしんないからね、あれでね。変身してね。ピッコロさんはつける必要はないからピッコロさんは戦闘にね、もう出てもしょうがないから。まあいっぱい多分ピッコロさんもまだ解放されてるけどさね。まあ150に300とかだから、まあピッコロさんちょっと覚えとくか、こういうのもね。この辺のは覚えとくか。レベルもそんな高くないしね、ピッコロさんね。パレットをとりあえず付け直しとくか、ピッコロさんね。あ、レベル50にもなってないのか、ピッコロ。残念だな、45か。だいぶ差があるね、ご飯との差がね。ご飯ちゃん70だもんね。あ、コンボレベルアップ1。これはいいぞ。あとは、あ、超神ハメは3。そして、
誘導魔線香。ご飯が著しく伸びるな。あとのメンバーはいいかな。でもまあ、まあ5点たちの、まあ、一応解放しとくか。そんなに変わんないでしょう。そんなに使わないでしょ、オーブね。銃撃とかだけはとりあえず入れとくか。あと誰が仲間になるのかな。もう使えるキャラクターとかないよね。多分。あ、なんかあるぞ、特殊なやつが。自分が敵のターゲットになりにくくなるパーティーにサポートキャラクターがいる場合に有効。無心の境地。無慈悲。これいいね。自分よりレベルの低いやつに与えるダメージが当たる、上がるっていうのね。今回ちょっとね、マイク音ね、若干下げてます。2個ぐらい前の動画とね、同じぐらいにしてますね。ちょっと前回のと前々回ぐらいのやつが若干ちょっと大きかったかなと思ったんで、まぁ、ちょっと下げてますね。で、まぁ、マイクにちょっと近づいて喋ってるって感じですかね。よいしょ。で、パレット見て、まあ、優勢と、銃撃と、砲撃と、無慈悲。あとは、連携かな。これか。あとトランクスくんだね。トランクスくんも全部取ろう。これさ、一気にさ、こう、獲得できるってやつにしてくれないかな。ね。まあ今日はね、ようやく座れたからね。まあお尻の調子としてはね、全然いいんだけど、やっぱ座るとやっぱ痛くなるね、すぐね。いやでもね、その、病状が悪化しててさ、そのまあ悪化するまたね、なんていうのかな。まあそういうね、タイミングだったみたいで、またね、これからどうしようかなって感じなんですよ、今。結構きついですよ、そういう意味合いで、本当に。なかなかね、その、回復しないというか、また悪化するね、兆しが出てきちゃったから、やばいんですよ、これ。無慈悲。連携の達人。あ、逃走本能か。あれ、トランクスの方がなんか、たくさんつけれるか、もしかして。よし、とりあえずみんなつけといたから、4人戦闘に出れるっぽいんで、今回はね。で、生き残ったものを探し出すだけなんで、まあ、ごはんちゃん、別に特にその、修行をするところもないんで。よし、行こう。近いぞ。かすかに気を感じる。ミスターサタンじゃん。なんだ人が。はい、あれは。あ、ミスターサタン、なんであいつだけ生き残ってんの。しぶといやつだな。ほっとこほっとこ。いや、一緒に連れて行ってやろう。俺は神の神殿から見ていた。ああ見えても根は善人なんだ。あいつはあいつなりに地球を救おうとしていた。ミスターサタンと犬を一行に加えたご飯たちは伝令捜索を続けた。そして伝令だけ無事だったのか。よく逃げ延びたな。でかしたぞ。ポポさんが僕をすぐに下界へ放り投げてくれたんです。さすがミスターポポ、素晴らしい判断だったぞ。おい、何者だあの顔色の悪いガキは。ほら、ガキとはなんだ。神様だぞ、神様。え、なんだって。
ムーとの戦いから1時間ほどが過ぎた頃、魔人ブーだ。妙だな。一体何を企んでるんだ。おいチビたち、俺はお前たちと戦いたい。え、なんだと。勘違いするな。貴様の相手はこの俺だ。まずチビたちと決着をつけるんだ。その後お前と戦ってやる。なんでだ。なんでそんな回りくどいことをするんだ。貴様はこの俺を倒したいんじゃなかったのか。どうしたチビたち、俺とやるのが怖いのか。なんだと。僕たちが怖がってる。今度こそやってやろうぜトランクス君。当たり前だぜ。待て、何か変だぞ。おかしいとは思わんか。なんで。フュージョン、はあ、じゃじゃーん。またまたやってきたぜ、正義の死神スーパーゴテンクスだ。あのチビのパワーとピッコロというやつの頭さえ足せば。ピッコロさん賢いよね、本当にね。なんだ。鳥山先生のお気に入りのキャラクターはピッコロさんらしいですからね。どうかな、ごはんくん。無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞてめえ、二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。遥か遠くにお前の存在を感じた時からこの作戦は始まっていた。そこで考えたんだ。その時戦っていたスーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。だがそのチビのパワーには時間が限られているらしかった。そう話していたんだ。もし吸収する瞬間に元に戻られては困るからね。次の機会を待ったんだ。再びスーパーゴテンクスとやらになるには1時間あればいいらしい。だからそれまで消えていたんだよ。くっ、そういうことだったのか。どうせ吸収して一等賞になりたかったらこの俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。ふっふっふ、何も分かってないようだな。敵もいないのに最強になってどうするんだ。前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。おお、戦闘じゃ戦闘じゃ。どうしてやるって。勝負を急がせてもらうぞ。吸収したスーパーゴテンクスとやらは変身時間がかなり限られているようなんでね。貴様にしては冷静な判断だ。おい、ピコロさんも吸収したのは正解だったようだな。おい、さあごはんちゃん。うわ、ごはんちゃんとりあえず神山で。おお、やべえ。よいしょ。さあ近づくのやめよう、ごはんちゃん。遠目からとりあえずやっちゃおう。スーパーカミハメもレベル3になってるからね。うわ、これがきついわ。敵でやられるときついな、この技。
無駄だ。いいね。ままじゃ勝てない。よいしょ。いいダメージ入るね、ご飯ちゃん。ほい。おお。くそ、近づいてきたらもう格闘で行こう、ご飯。おりゃ。よし。よーし。ほい、わじゃい。戦っても無理だと悟ったか。このままじゃとてもかなわないと。どうかな。そっちの方が、そっちの方が苦戦してないか。あれ、ご飯またレベル上がったぞ。76。ボロボロだな。もう飽きてきた。そろそろフィニッシュを決めるか。んな、神々の勲章、料理の勲章。何、明らかになんかすごいの来たよ。魔人ブーの戦いの中、フュージョンが時間切れとなり窮地に立たされるゴテンたち。その時潜在能力を引き出したご飯が地球に舞い戻ってきた。さて、この後、どうなるでしょう。ね。あ、コミュニティボールのセットしよう。してない、してないな、そういえば。ダメだ。これじゃやられちまう。こりゃ計算違いじゃったの。しゃあない、孫悟空。お前手伝いに行ってやれ。え？いや、おらもう。そうです、ご先祖様。実は孫悟空はもう二度と現世には行けないのです。んなことは知っとるわい。代わりにわしの命をくれてやるんじゃ。それでお前は生き返れる。大海王神様の命をオラに？いけません。だったら全宇宙はもうおしまいじゃ。ではせめてこの私の命を。私もそれくらいは役に立ちたい。無理せんでいい。お前はまだ若い。わしはどうせあと千年ぐらいしか生きられんじゃろから。じいちゃん。ではさらばじゃ。すまねえ。この命絶対無駄にはしねえぞ。さて、これすぐね、すぐ元気になるんだよね、この人ね。よし、早く行け。ほれほれ、わしの死を無駄にする気か。あ、じゃ、行ってきます。おっと、待った、渡すもんがあった。ポタラじゃ、後で片方を左耳につけろ。これつけっと強くなれんか。もう片方はご飯の右耳につけさせるんじゃ。たったそれだけでお前たちは合体できる。は？ほんと？当たり前じゃ。しかも効果はフュージョン以上。これが昔からの海王神のとっておきの宝だったんじゃから。知りませんでした。本当に近頃の若いやつはしょうがないの。ほれ、ちょっと試してみ。お前とキミトで自分のポタラを使って。やあ、あおお、すごいパワーですよ。これなら私も戦いますよ。お調子に乗るんじゃない。もともとが大したことないんじゃ。まともに戦いっこないじゃろ。ははあ、こいつは確かにすんげえよ、じいちゃん。で、合体していられる時間どれくれなんだ。ポタラにそんな弱点はないわい。永遠にじゃ。もう二度と戻るようなことはない。え、ま、保証できんがな。めいったな。ずっとご飯と合体したままか。しょうがねえか。ブツブツ言っとらんでさっさと行け。死んでしまうぞ、ご飯が。
じゃ、行ってきます。いろいろありがとうございました。さあ、底抜けに明るい孫悟空。悟空明るいよね、本当にね。どんな状況においてもさ、前向きに考えるもんね、悟空はね。本当に。この姿勢が素晴らしいよ、悟空。私にも分けてほしい。マジで。何もかも消えてしまえ！お父さん、なぜ下界に？ごはん、これは？え？あ？い、ひ、拾え、早く！そいつを右の耳につけんだ！オラと合体して、ブーを倒すんだ！なんだと？合体？させるものか！うわ！しまった！はあ！そんな！そりゃねえだろ！これはいい。前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。ご飯との合体が。さあどうする。お前が合体したがっていた孫悟飯は私がいただいた。もうお前が合体するものなどどこにもおらんぞ。ええぞ、何人も何人も吸収しやがって。くそーく、この木は、まさか。どうした、もう諦めたか。ならとっとと死ねい。瞬間移動か。送るのはここまでじゃ。せっかく閻魔大王の計らいで肉体を戻してもらって一日だけ戻れたというに、あんなのが相手では。ふん、気にするな。どうせ死んでいる身には変わらん。やるだけやってやる。ベジータ、かっこいいなこの人。ベジータ、やっぱそうだった。カカロット。ベジータ、黙ってこいつを右の耳につけてオラと合体してくれ。断る。なぜ俺が貴様なんかと。これしかねえんだよ、魔人ブーに勝つにはさ。貴様と一緒になるぐらいなら消された方がマシだ。こだわってる場合じゃねえ。な、終わっちまうんだぞ、何もかも。気に入らんのだ。この前貴様は俺と戦った時、さらに上の力があるにもかかわらず隠していた。何がスーパーサイヤ人3だ。いちいち勘に触る野郎だぜ。そんな奴と合体なんかできるか。悪かった。あれは変身していられる時間が限られてたんだ。もしもの時のために。言い訳などどうでもいい。俺に手を抜いたことに変わりはないんだ。舐められたもんだぜ。じゃあこのことも知ってっか。みんなブーに食われちまったんだぞ。ブルマもトランクスもだ。
ブーが近づいてきている。頼む、助けてんだろみんなのことを。よこせ、早く。見つけたぞ。ジータ、玉がこの合体は一度やったらもう二度と二人は元に戻れねえ。いいな。なんだと。くそ、こんなギリギリで言いやがって。いいんだろこれで。サンキュー、ベジータ。何が起きた。よっしゃ。最強ライバルの共闘、吸収進化する魔人ブーを倒せ。うわ、かっけー。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらに、こいつがスーパーベジット。おお、大したもんだな。来いよ。意気がるなよ。本気でやってほしいな。すげー、かっけー。さあ、どんな技がある。おっと、よいしょ。技がわからない。とりあえず金山で開くと、お、ビッグマンアタッカースピリッツソード金山。あ、これはすごいな。カメハメハをベジータの声と一緒に受けるって、そんなことないよね。どうした、みっともないぜ。おお、いやー、強い強い強い。これめっちゃ強いじゃん。ほい、長い木様、合体なんかしやがって。よく言うぜ、本当に。おら、まだよく分かってないようだから、はっきり教えてやろうか。無駄なんだよ、俺に勝とうなんて。そうなったら、どう頑張ったって。今のは少し効いたぞ。強っ。とどめはやっぱりこれで終わりじゃ。どうした、もっと本気でやってほしいな。いやー、強いベジット、強すぎる。なめやがって。強い。そしてこのアニメーション素晴らしいな。本当に指に力入ってんな。まだまだこれからだぞ。うわ、すげえ。もっと本気を出させてほしいもんだな。これでまだ本気じゃないのかよ。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるから、お祈りでもするんだな。1 2 3 4。ぐー、何やってるんだ、早く気づけ。ここまで追い詰められたら
することはたった一つしかないだろう。こうなったらあいつを吸収するしか。だがどうやって。そうださっきあいつにちぎられたあれを使って。さあ、みんなを助け出せるのかな、これで。7、8。やっと気づいたか。そのためにわざわざあの頭についている尻尾みたいなやつを切ってやったんだ。よし、やつは油断している。9。さて、果たしてうまくいくか。10。よし、バリアー。はあ、やったぞ。なんてことだ。吸収されてしまった。終わった。いや、わからんぞ。え、ちょっと変だとは思わんか。奴はこれまで戦士を吸収するためにパワーをアップし姿を変えてきた。じゃが今回は変わっていない。どういうことですか。もしわざと魔人ブーに吸収されたとしたら、あやつ大したもんじゃ。うん、老化用紙の読みは当たっていた。ベジットはバリアを展開していたことでブーに吸収されて、その体内へ侵入することに成功。そして吸収されていたご飯やピックをトランクスで豪邸の救出を試みていたのだ。無敵となった記念に消してやるぞ、こんな星。ブーの様子が変ですよ。やはりそうじゃ。あやつは吸収された仲間を救いに行ったんじゃ。すげえな、本当に。これは、まさか。いた。隠れろ。姿が元に戻っている。一体。やった。みんな元に戻ったぞ。とりあえずこいつらを隠せ。ブーはまだ気づいていない。よし、すぐにブーのところに戻るぞ。さあ、なぜか二人は別々になってしまいましたね。不穏な正気。よし、とりあえずご飯たちは大丈夫だ。ブーの野郎は固まったままだ。もう少し様子を見た方がいいかもな。さあ、悟空たち。ご飯とかだってレベルが低いからな。69か。70超えてないもんね。さあ、でも技は誘導変わってないか。
悟空。龍剣。龍剣が70かなんかだったから、龍剣だけ取りに行きたいな。龍剣だけゲットしとくか、悟空ね。69だから、まあギリギリいけるかなって感じだね。ちょっと苦労するかもしれないけど。まあ修行で。スーパービッグバンアタック。この辺なんでできないんだろう。解放してよ。ベジータのあれ、厳しいな。なんだろう、もっと違うサブクエみたいなやつで、ベジータ上がっていくんだろうか。DLC とかでね。なんだろう、厳しいな、ベジータだけ。そうすると、修行場が近くにありそうなので、こっち回りで行くと、あれなんで、こっち回りで行こうか。穴開いとこ通過するとね、もう、勝手にイベントが進むかもしれないから、こっちの方から行きます。で、悟空が龍剣をね、取るとこまで頑張ってみましょうか。ブーのやつ、まだ動きはなさそうだな。うん。よし。さあ、70なんで、龍剣、行こう。さあ、悟空、カメハメハでとりあえず様子見よう。当たんないな。ほい。ほい。ほい。当たんないな。うわ。ほい。元気玉かな？カメハメハよりね。悟空は。悟空超えていくしかない。これが一番やりやすい悟空。これね、透明カードも当てれるから。おいっと。しかもこれ多分、ダメージ受けてもそのままいけるんだよね、僕、この場合。うわっ。あ、今のが龍剣か。めっちゃ、うわっ。めっちゃ持ってかれたな。うん。おいっ。よいしょ。12万ぐらいか。ほいと。よし。一人ぐらい倒したか。まだか。うん、元気玉が強いな、僕。綿が優秀。これ誘導も入ってるからさ、元気玉。誘導があるのはね、だいぶ有利だよ。ほいと。しかも一発食らってもさ、ああお前も使うんかい。一発食らってもひるまないから。いや打ち合いかよ。よいしょ、いって。いやー強い強い強い。そっちの悟空さん、悟空さん強いって。あと悟空同士か戦闘は。よーし、よいしょ。さあ超特大元気玉で、超特大元気玉の打ち合いだ。いった。ちょっとかすっただけでだいぶ持ってたよな。うわー、うわ、もったいない。今のもったいなかった。うわ。ほい。入った？オッケー。ここに隠れて元気で持ってたらいけるんじゃない？なんか進化ボードみたいなしてるよね。うわ、やべ、おりゃ、うわ、逃げて動く。
うわ、元気なんで回復しきらんのよね。もう打撃が強すぎて相手の。よいしょ、はい、もうちょい力分けてくれ。ってもう一発かな、もう一発いける、もう無理、あ、まだいるぞ悟空が。もう一人どうなってんだよ。どこ行った、バグってないか。いないよね、あんな遠くにいんのか。とりあえず回復だけしとくか。ほい、全然ダメージ受けてないんだけど。え、なんでなんでバグってる、もしかして。あ、チャンスあら、蘇っちゃった。あー、ちょっとバグってたからチャンスだったのにな。よーし、力を上げてくれ。今チャンス、僕琉球覚えるまで頑張れ。あいつバグってたからめっちゃチャンスだったね。よいしょ、ほい、もう一発、焼き飯が食いたい。さよならだ僕。うん、さあ龍拳やったね、覚えたよ龍拳。これで悟空さがだいぶ強くなったんじゃない。龍追撃の代わりに入れるか、じゃんけん極みの代わりに入れるか。そしたら、うん、龍拳行こうかな。あとアイテムだけ買っていこう。近くにあったよね。うん、こいつ捕まえていくか。で、ほっ、よいしょ。で、アイテム買っていこうか。ここ料理食べていってもいいな。元気論をじゃあ大量に購入して、で売却していくか。売れそうなものはなんかあるかな。もうだいぶ、この辺のやつがさ料理に使われそうだからさ、あんまり売りたくないっていうのもあるんだよね。この上肉とかね、ゴールデンウィークとかね、ピチピチフィッシュ、ドラゴンボールでさお金もらっちゃおうかなね。その方がいいかもね。まあでも今はドラゴンボール使ってもしょうがないけどね地球のみんなを生き返さなきゃいけないから。そうか、鉱石がまだ大量に残ってたから鉱石売りまくるっていう手があったよね。うん、ハーブ半分ぐらい売れるな。あとは、うん、ピリリと辛いキノコ、怪しいな、ピリリと辛いキノコ、ただし毒がありますありえるありえる。緑水晶、あ、これいいね、これ結構売れるぞ。赤水晶、まあこんだけ売っときゃまあいいでしょう。4万あったらなんとかなるでしょう。
5万か。5万で行こう。よし、飯も食っていくか。悟空よっよっ。魚の煮付け、よっよっ。ステータスプヨ500、これ適当に食っとくか。ゴールデンピチピチフィッシュ、メニチャさんちょっとうるさいっすよし、あとは火のあるところに行って、体力回復していくか。ほいっと、 OK、 D メダル。さあ、悟空が龍拳覚えたんでね。よし、あの近くにあるね、ミッションのね、近くにね。恐竜倒して恐竜肉ゲットしてもいいけどね。高値売れるかな。かいい料理になるか。なんかやな、さっさと片付けちまうか。本気で来るんだな。くそ、龍拳打ち込むか。そしたらほい、そんな当たんないじゃん龍拳。よいしょ、一発で出せるぐらいだったらよかったんだけどな。ほいっと、でも一発で倒せるか。この骸骨ロボがたまたま強かっただけ。59じゃん。59のやつにこんな苦戦すんの。あ、すごいね。でも60万ぐらい当たってるとか、50万ぐらい当たってんな。ほい、いいね。さあ、 OK、 ありがとう。ファイナルフラッシュありがとう。さあ、万全の体調で臨もうか。ブー相手にね、龍拳も覚えたし、もういけるでしょ僕。 OK、 あれ一応壊しとくか。ほいっと、で、OK、 じゃあ行くよ。レッツゴー。なんか嫌だな、さっさと片付けちまうか。ほい、ブーの様子がおかしいんじゃねえか。さあ、また様子がおかしくなってる。ブーさん、なんか嫌だな、さっさと片付けちまうか。あれ、どこ？ん？ついたはずなのに。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。あれ、どこどこ？さあ、たどり着いたはずなのに、イベントが起きない。バグか？こっち。よいしょ。なぜ起きないイベントが。天然だ。よいしょ。よいしょ。悟空って余計な体力使いたくなかったのに、なぜイベント起きないんだ。ほい、よいしょ。さあ、龍拳ぶち込むまでもないぞ。あら、自爆。よいしょ、オッケー。あー、無駄なことを。悟空、くそ、しょうがねえな。ベジータさん、お願いします。強いな悟空。あれ、全開になってぶっ飛ばしてた。相当強いね。
上か、ブーは。余計な体力使っちゃったな。この後、ブーとの最後の戦いが始まります。準備はよろしいですか？まだ準備できてね。準備はバッチリだ。まあバッチリかな。ちょっと待ってね。最後の戦いが始まるんだって。え、もうクリアできる？もしかして。それはありがたいな。69でいけんの？悟空。超極大元気玉とか覚えてないけど。ちょっと待ってね。はい。ではなんか最後の戦いっぽいんで行きましょう。あ、間違えた。行くよ。準備はバッチリだ。おい、ベジータ。これ、木が増えてるんじゃねえか？そんなまさか戻ってる。戻ってる？どういうことじゃ？ビビディの作り出した魔人ブーは邪悪そのもので、ビビディ本人の手にも負えない失敗作だったのですが、温和な大海王神様を吸収することでなんとかコントロールできるようになったのです。ということはじゃ、今のあの小さな魔人ブーは最初の一番厄介なやつじゃと？はい。吸収によってパワーを減らしてまで手に入れた心がまた元に戻ってしまった。自制心が全くない悪そのものの存在に。なんだあれ。何を。いきなり地球をぶっ飛ばそうとしやがった。ふざけやがって。おいブー、この星をぶっ飛ばすのは貴様の勝手だがな、俺たちと戦ってからにしたらどうだ。ギー、あんなの跳ね返せねえぞ。ベジータこっちだ。みんなと瞬間移動する。はっ、捕まれ。ダメだ、間に合わねえ。こんな一瞬じゃ瞬間移動できねえ。おい、うわ、地球が、こっぱみじんに、なんてこった。戦士たちを吸収した魔人ブーとスーパーベジットの戦いは、ご飯たちの救出で幕を下ろす不気味たたずむ魔人ブー。最後の戦いの時が近づいていた。今のでご飯、ピッコロたちもやられちゃったね、みんなね。よかった、間に合ったか。オラたちは間に合ったか。地球やご飯たちは。カカロット、貴様、なんでこんな奴らを先に助けやがった。あの、地球は消えてしもうたよ、コッパみじんじゃ。
地球が消えたって。ははっ、何を言ってるんだ。あるじゃないか、ここに。あ、そうか、やっとわかった。こいつは夢なんだ。ははっ、そうだ、夢だよ、夢。カカロット、貴様はあんなバカの代わりにせっかく助けた仲間を見殺しにしやがったんだぞ。もう地球も死んだ連中も二度と戻れない。頼みの綱のドラゴンボールも地球と共に消えてしまったんだ。何？ドラゴンボール？なんで地球にドラゴンボールがあったんじゃ？あれは真面目なナメック星人だけに許された、いわば即技みたいなもんじゃぞ。そうだ、僕の故郷のナメック星に行けば新しい最長老様がきっとまたドラゴンボールを作ってると思いますよ。戻れますよ、地球もブーに殺されたみんなも。せいですか、私ならこの海王深海と下界の星々との間を瞬間移動ならできますよ。いざ、やった。あ、ご覧なさい、粉々になった魔人ブーが元に戻りますよ。おい、お前のポタラを悟空たちにやるんじゃ。もう一度合体すればあんなの楽勝じゃろ。はい。いや、そいつはもういいよ。え？やっぱそいつはさ、オラたち向きじゃねえんだ。自分一人の力だけで戦えてんだ。あいつももう合体してねえんだし。よく言ったな、カカロット、それこそがサイヤ人だ。なんであいつがここへ。あの野郎、さっきの瞬間移動を見てあんな一瞬で技を真似やがったな。まあいい、どっちにしてもやるんだ。ここで終わらせてやる。頼む、みんなを連れてどっかの星へ行っててくれ。はい。くそ、しょうがない奴らじゃ。この海王深海は滅多なことでは壊れません。思いっきりやれ。頑張って。あ、しまった。あのサタンとかいう人間を忘れてきてしまいました。かまわん、ほっとけ。よし、海王進化。どっちから行く？決めようぜ。じゃんけんポン。よっしゃー、イエーイ。この目で見せてもらうぞ、スーパーサイヤ人3というのを。ああ、行くぞブー。ん？あ、寝てやがる。やろう、舐めやがっていく。さあ、やってまいりました、魔人ブー。全宇宙の命運。おりゃ、最後の戦い行くぜ。いや、強いぞこいつ。ほい、やはり元気玉に頼るしかない。これに頼るしかない、僕。よいしょ、気力が。ほい、いけい。これに頼るしかないんだ、ソン君。力分けてくれ、みんな。龍拳当ててもいいけど、近づくと何が起こるか分かんないから。倍以上あるよね、体力ね、悟空の。よいしょ、力を上げてくれ、みんな。何それ、
おりゃ、おい、あぶねえ。いいね。うわぁ、なんだよそれ、フィニッシュブローか。ちょっと待ってよ、強すぎだってこの人。うわ、いくつけた僕。うわ、60万。オラじゃ勝てねえかもしれない。60万とか受けてんじゃないよ、僕。力を上げてくれ。よいしょ。とりあえず遠目からこれで様子伺うしかない。だってレベル差あるしね、僕。なんでこんなに僕弱いの、レベル低いの。すげえな、うん。おい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 、うわまたアンリミテッドバスター、稼いでごくおら、くそ、また行って、またかよ。僕龍気当てるぞ。よし、入ったけど元気玉の方がいいね、安全にこれでいくのがベスト。おや、おりゃ、オッケー、よいしょ、ようやく減らしたいな、こんだけ。まだまだ行くぞ、まだまだ行くぞ、ブー、ごく行け、お、結構やらせたね。その技を打つ前にさよならブー、うわー、オッケー。いや、レベル差があるって、悟空との。やっと70になったよ、悟空。よし、これもしかしたら元気で負けるようになったかな、次のね。カカロットすごいやつだよ、お前は。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守るべきものがあるからだと思っていた。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれもあるかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。だがカカロット、お前は違った。勝つために戦うんじゃない、絶対負けないために、限界を極め続けるために戦うんだ。だから相手の命を絶つことにはこだわりはしない。お前はついにこの俺を殺すことはしなかった。頭に来るぜ、戦いが大好き優しいサイヤ人なんてよ。こっちは本場のカメハメハだ頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。かっこいいベジータ、とにかくベジータかっこいいよね、ほんと。
泣かせるよベジータは。チキショー、あの野郎体力を減らしやがらねえ。カカロット、俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。ああ、ただなかなかチャンスがねえんだ。1分間ぐらい気をためねえとブーには勝てねえ。今いけるよ。1分間だな。1分間俺がなんとか奴を食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。1分かかるんだぞ。だったら早くしろ。わかった。切り札はみんなの元気玉、孫悟空最後の一撃。いいか、おめえは今死んでる状態だ。もう一度死んだらどうなるのか知ってるか。言っちまうんだ。この世からもあの世からもおめえは存在しなくなる。死ぬなよベジータ。大きなお世話だ。よし行くか。死ぬなよベジータ、マジで。あんたには死んでほしくないよベジータ。67だもんなベジータ。76度だ相手は。ビッグバンアタックで攻めるしかないもん本当に。これしかないっていうベジータ。ビッグバンアタックは、よし、ベジータとにかく耐えろ。うわ、うわベジータ、ビッグバンアタックかすればとりあえずダメージが当たるから。よし、連続して打てるところが元気玉よりかは楽かもしれない。よし、ビッグバンアタック。くそ、いいぞ。くそ、ファイナルフラッシュだ。いけい。クソンピアタラ。全然当たんねえよダメージが。くそ、ベジータ当たってねえぞダメージが。かすれば当たるんだから。くそ、なんてやろうね、マジンブ。ちょっと近づくか。オッケー、ビッグバンアタック連続で打てるのがいいな。木の消費が少ないから。くそ、うわー、早く重い攻撃だ。こんなやつと戦ってたのか。ほら、ベジータ、うわまたそれかよ。あ、でもグー体力も減ってるぞかなり。ベジータ頑張れ、もうちょっとだ。お前がナンバーワンだ。くそ、ベジータ覚醒して。くそ、またかよ。逃げてベジータ。いや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 、うわ、あいつ殺されちまうぞ。俺を誰だと思っているんだ。サイヤ人の王子ベジータ様だぞ。くそ、ビッグバンアタック。よーし、オッケー。いやベジータレベル上がるか。
68か。70ぐらいまで上がってよ。ブーッ！黙って見てたらいい気になりよって。この全世界格闘技チャンピオンのミスター・サタン様が成敗してくれる。決まった。夢なのが惜しいぐらい激しく決まった。やっぱし夢でも怖い。ガーッ！ん？ あ、 ごはははは、 ん？ うん、 うん、 い、 ぶ、 ぶー！ あー！ どうしたことじゃ？こいつは？あの太っちょの魔人ブーはミスターサタンと仲が良かった。そのブーが体の中にいたから拒否反応でサタンを攻撃できなかったのです。それでそいつを体外に吐き出したわけか。まあでもサタンとやらがやられても特に影響はないけど。そうですね。そんなことはないんだぜ。お前嫌いだ。サタンいじめるな。ブーン。しゃ。カカロット。今のうちだぞ。まだか。まだ気はたまらんのか。そんな。バカ野郎！貴様気をためるどころか、普通に戻っちまいやがって！ちくしょう。死んでた時は全然へっちゃらだったのに。やっぱし生身でスーパーサイヤ人3になるとやたら気を食っちまうらしい。参ったな。さすがに参った。海王神たち、デンデ、あの玉でこの状況を見てやがるんだろう。聞こえるか、この俺の声が。聞こえたら返事をしやがれ。え、ああ聞こえとるが。よし、じゃあ今すぐ復活したナメック星に行ってドラゴンボールをかき集めてこい。あの一体どう。ガタガタ言わずにさっさとしろ。間に合わなくなるぞ。わかりました。ベジータどうすんだよ。まだ早いぜ、ドラゴンボールを使うわ。カカロット、貴様今まで何度地球を救った。なんだよ急に。さあな、何度ぐらいだったかな。たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。ベジータ、デンデ、待っておったぞ。え、これはこれは、海王神様もようこそいらっしゃいました。みんな、事情はすべてわかっております。さ、急ぎましょう。ありがとう。話が分かる人でいいな。ベジータさん、ドラゴンボールはもう7個全部集まってます。そうか。早速ナメック星のポルンガを呼び出してくれ。
叶えてほしい願いは二つ。まず破壊された地球を元通りに戻してほしいこと。次にあの天下一武道会のあった日から死んだもの全てを極悪人を除いて生き返らせてほしいこと。この二つだ。今すぐですか？あの三つ目の願いは？さっきの二つ以外はどうでもいい。今すぐだ。ベジータ、二つ目の願いさ、ブーに殺されたやつを生き返らせてくれって言った方が分かりやすいんじゃねえか？バカめ、バビディやダーブラとかまで生き返ってしまうぞ。それにそれでは武道会場で俺に殺された連中は生き返れない。おめえ結構考えてんだな。ダメだ。このボルンガの願いで生き返られるのはたった一人だけでした。その心配は無用じゃ。フリーザのことがあってから私はポルンガの願いをパワーアップさせておいた。それじゃあ何人でも大丈夫だそうです。よかった。さあ始めてくれ。タッカラプトポッポルンガプピリットパロー。これどうやって思いついたんだろうね、この言葉ね。さあ願いを言うがいい。どんな願いも三つだけ叶えてやろう。タッカラプトポッポルンガプピリットパロ。遠い星、地球が破壊され消されてしまいました。元に戻してください。オッケー、お安い御用だ。だいぶ軽くなったな、ポルンガ性格が。一つ目の願いは叶えた。やったさあ次だ。二つ目の願いを言うがいい。どう言ったらいいかな。ピッポターラ、サリモンポッポ、トッテラッポ。魔導士バビディが地球にやってから死んでしまった人たちを生き返らせてください。うんと悪いやつを除いて。わかった。だが少し待ってくれ。数が多いので大変だ。はい。まだかデンデ、まだ願いは叶わんのか。うるさいの、そうギャーギャーわめくな。ポルンガも苦労しとるんじゃ。お、待たせたな。二つ目の願いは叶えられた。みんな生き返りましたよ、ベジータさん。お、ベジータの頭の上も取れた。生き切ったんだ。よかったな。おめえ極悪人じゃねえって思われてるぞ。あら?あれって、ブーに殺されなかったっけ?あれ?何がどうなっちゃったんだろう?なんだ、分かったぞ。ご飯やゴテンクスを生き返らせて戦ってもらおうってんだ。違う。始めるぞ、用意をしろ。元気玉の用意だ。元気玉?元気玉だって?そりゃ無理だよ。ブーが相手じゃ、いくらちょっとずつ元気を地球人みんなから集めたって。言っただろ、
たまには地球の奴らにも責任を取らせろと。少しずつではない、ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。おい、海王神聞いてるか？地球の連中全員に話がしたい。なんとかしてくれ。そいつはわしに任せろ。得意技じゃ。誰だ？この声は海王様だろ。当たりじゃ。ベジータとやら、決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ話せ。地球どころか宇宙中にだって話ができるぞ。助かったぜ。聞こえるか、世界の人間ども。俺はあるところからお前たちに話しかけている。お前たちは魔人ブーに殺されたが、ある不思議な力で生き返らせてもらった。町や家全て元通りのはずだ。だがこいつは決して夢なんかじゃないぞ。今あるところでお前たちに代わって魔人ブーと戦っている戦士がいる。だが正直言って情勢はかなり悪いと言える。そこでお前たちの力を借りたい。手を空に向けてあげろ。お前たちの力を集めてブーを倒すんだ。かなり疲れるが、思いっきり走った後と同じようなもんだ。さあやれ、手を挙げろ。よし、カカロット、始めろ。あ、な、オラに元気を可能な限り分けてくれ。頼む。そうか、元気玉だ。分かったよパパ。ベジータめらしくない真似をしやがるぜ。ソラ、持ってけ持ってけ。え、あ、うお、来た来た、いきなりでっけえぞ。こいつはご飯たちの木だ。だがまだ完全じゃない。なぜだ。みんな気をつけろ。本当に力を吸い取られるらしいぞ。苦しそうだぞ、騙されるなよ。誰がこんな怪しい声の言うことなんか聞くかよ。こいつバビディとかいうやつじゃないのか。ちくしょうめ、どいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらない。おい、なんでこんな声が聞こえるんだ。ブー、くそ、まずいぞ。デブの方はもう死にかけだ。ちくしょう、何しやがる。やめろ、この くそったれめ、気づかれた。カカロット、俺がなんとか少しでも時間を稼ぐ。あとは貴様が地球のバカどもを説得しろ。まあ、またか。急げ、ベジータ。時間を稼ぐったって、よいしょ。君は生きていっただけで気はまだ十分じゃねえじゃねえか。よいしょ。そう長くは持ちこたえられんぞ。逃げろベジータ。ビッグバンアターン。ベジータがまたここで、しかもスーパーサイズになってない状態から気力が減っちゃうんだよ、変身すると。これはきついよ。よいしょ。ベジータこれしかないから。77だよ、だって相手は動き方が尋常じゃないし。また危ね。おーい、うわ、ベジータ
くそ、ビッグバンアタックだ。よーし、何けど3万ぐらいしか当たってないな。またそれか、それ逃れられないんだよな、これもうちょいだな、もうちょい逃れられたね、今ね。うわー、走ったら逃れられたのか、これ地球のみんな、頼む、頼むから電気を開けてくれ。うん、みんなの助けが必要なんだ、空に手を挙げてくれ、早く。これ確かさ、悟空と関わった人たちが当ててくれるんだよね。ね、ナムとかさ、その辺の人たちね、あとウパーとかね。ハッちゃんとかはもうそうだったかな。前に誘導のやつ言ってきたな。くっそ、ビッグバンアタック誘導だったよな。よいしょ、ビッグバンアタック、ベジータ頑張れ。うわー、ベジータ頑張れ。うおー、いやー、またか。ベジータ逃げ切るぞ今度は。よーし、逃げ切った。よーし、あ、ベジータが変身が解けた。よし、もうちょいベジータ頑張れ。お前がナンバーワンだってベジータ、食らいやがれ。これでおしまいだ、魔人ブーあのように消し飛べ。よーし、いやーレベル差ありすぎでしょ、ちょっとやっと70になったよレベル。今ツリー解放されても技装備できないんだもん。父上、今の声は。うん、今やっと声の主たちの正体が分かった。あの孫悟空たちだ、彼たちが戦ってくれておる。魔人ブーと、さあウパ、手を天にかざせ。なるほど、そういうことか。ふん、久しぶりに聞いたな、あいつの声も。かっこいいな、17号。孫悟空だ、孫悟空だ、スノ。そうよ、絶対そうだわ。スノ、ダメだ、ちょっと増えただけだ。なんでだ、なんでみんな分かってくれないんだよ。早くしてくれみんな。地球も宇宙もどうなってもいいのか。バカ野郎、なんだと、バカ野郎だと。人に頼むのにでかい態度だぜ。あんなの無視無視。もしかしたら魔人ブーのことも全部本当はなかったんじゃないか。そうか、集団で催眠術にかけられてたのかも。なんすごい想像力だな。貴様らいい加減にしろ、さっさと協力しないか。このミスターサタン様の頼みも危険というのか。え、サタン、どういうことなの。サタンだ、ミスターサタンだ。もしかしてブーと戦ってるって、ミスターサタンだったんですか。そうだ、俺が魔人ブーを倒してやるから、お前たちも早く力を貸さんか。
まあしょうがないじゃないか。こうでも言わんと奴ら信用せんからな。まずあのブーを倒すことが先決だからな。ミスターサタの声優さんって誰なんだろう。なんか聞いたことあるんだけどな。すごいね。まだか、まだなのか。こらえろベジータ。もうダメだ。まだ戦うか。ベジータや、あの太っちょのブーが踏ん張って、みんなで集めた天気の力を、うわ、ここでこの演出神だな。悟空スーパーサイズ3、むちゃくちゃ筋肉が激しいぞ。78、元気玉一つってのは終わりじゃねえか。くそ、何もっと話してると元気玉が消えちまう。やつらが返事を与えて元気玉をぶつける隙を作らないと。いや、力が残ってるわけじゃねえ。この男らがやられちまったら、みんなおしめいだよ。おりゃ、分けてくれい。うわっ、さあ気が、うわっ、よいしょ、おしまいだブー。あ、くそ、やりきれなかったか。よっしゃ、龍拳でやっちゃったね、最後ね。72、上がったね。これあるぞ、多分クリア後の何かが。ここまでレベル上げさせるんだから。ベジータがいねえ。やれい、さっさと片付けちまえ。あれじゃねえか、サタン、おめえは本当に世界の優勢しかばらつもりだ。最後の願いは必要ないのか。そうだ、フォルンガさん、悟空って人の体力を元に戻してあげることってできる？可能だ。よかった、すぐにお願いします。
すげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変わるよ。一対一で勝負して。待ってかんな。俺ももっともっと腕上げて。またな。スターキングでちゃんと弾けてる。とんでもねえ演出だなこれ。すげえ。ドラゴンボールのすべてを詰め込んだ最高の演出。やれやれ、手間取りやがって。嬉しそうな顔しやがって、ほんとムカつく野郎だ。かっこすぎる。ベジータ。いやー最後きつかったね。連続で戦ってね。うん。あ、そういえばアイテムとか全然使ってなかったね。よくこんな無強化で戦えたね。やったのか。やったんだな。地球の諸君、格闘技世界チャンピオンのミスターサタンだ。諸君の協力もあって、恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もう安心だ。恐怖から解放されたのだ。この人口うまいよね、本当にね。ミスターサタン。ベジータの怪我を先に治してやってくれ。あいつ相当くたびれてる。あ、はい。デンデ、ベジータに昔殺されたことがあるからな。気が重いだろうに。おい、どこ行くんだ、ワンコ。ん？まだ生きている。頼む、直してやってくれ。直せるんだろう、不思議なパワーで。ふざけるな、冗談じゃない。どけ、この俺がとどめを刺してやる。やめろ、やめてくれ。こいつはそんなに悪いやつじゃないんだ。頼むよ、お願いします。私が責任持って我が家で保護するから。保護だと？笑わせるな。貴様の力で一体何ができると言うんだ。ブーを直してやってくれ、デンデ。なんだと？貴様正気か。まあいいじゃねえか、ベジータ。この二人がいなきゃ俺たちみんなやられたぜ、だろ。勝手にしろ。どうなっても知らんぞ。ありがとう。本当にありがとう。さあ、ブーを元気にしたら
一緒に地球に帰ろう。思いっきし食ってたっぷり寝てや。いいね悟空、ほんとそうだよ。思いっきり食ってたっぷし寝てよね。人間の根源的な欲求だよね。世界中の人々の力を集めた元気玉により、ついに魔人ブーを倒すことに成功した悟空たち。悟空たちはその喜びを胸に地球へと帰るのであった。うん。こうして、ついに悟空たちは地球へと帰ってきた。デンデが子供に戻ってたね。今バグだよね。そして、うん、懐かしき仲間や家族との再会を喜び合った。もっとも歓迎されない者も一人いたが、ずいぶん留守にしちまって悪かったな。みんな、俺は海王神のじいちゃんに命もらって聞けたんだ。それじゃあまた一緒に暮らせるだか。今度はご飯と御殿と家族4人で。ああ、早くパオズ山行けって父の手料理が食いてえぞ。7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝ドラゴンボール。それをめぐる孫悟空とたくさんの仲間たちの摩訶不思議な冒険はまだ続いていく。これからもいろんなトラブルが待ち受けているに違いない。でもきっとまた乗り越えていくことだろう。大丈夫、地球にはすごい奴らがいるのだから。おーっと、これで終わりかな。ドラゴンボール Z カカロット、いやー素晴らしいですね。ドラゴンボール Z カカロット、途中のねサブクエストとかがね非常に大変でしたけど、最後の盛り上がり方が半端ない。多分ねこれ最後から作ったんじゃないかなっていうぐらい、うん、すっげー盛り上がったね最後ね。でもこのテンポでやっていった方が良かったと思うんだけど、前編ずっと途中ね移動挟んだりとかっていうなんだろう、サブクエとかがめっちゃ多くて中だるみ正直したけど、最後の魔人ブー編はマジですごかった。うん、なんだろう、もうなんかゲームの領域を超えてるからさ、なんかもう映画見た感じ。全然自分たちがその関わった部分っていうのは全然なかったけどさ、戦闘でねちょこちょこ戦闘したぐらいで、うん、でも本当にねすごかった。ムービーが連続で入ってさね、でそのムービーのクオリティが高い高い。で本当にねドラゴンボールの中で残しておきたいというか、入れとかなくちゃいけない名シーンみたいなところを全部入れたなって感じがするよね本当にね。でそれがさすっごいクオリティの高い映像でさ、本気のムービーのところは本気でやってるからめちゃくちゃすごかったね。まあさすがにそのさアニメとかと比べるとさ違うのかもしれないけど、これアニメにはできない動きっていっぱいあるからさ、この CG でできる動きっていうの、うん、
それまたクオリティがめっちゃ上がってるっていう部分もあったよね、本当に。特に必殺技とかはさ、アニメじゃ再現できないところもいっぱいあったしね、そういうのも全部 CG というかね、コンピューターグラフィックスで描いてね、こんなんとかもね、本当にすごかったな。いやー、今本当にそのムービーのね、あれを見せられてるけどね、クオリティ高いよね、本当に。こういうところのクオリティめちゃくちゃ高かったんだけどさ、何が気になったかっていうと、ロードだよね。もう1にも2にもそれに尽きる。何度心が折れかけたことか、ロード時間の長さで。だからこうムービーみたいなの見せられてる時はすっげえね、いいんだけど、良かったんだけど、ロードを挟む、マップの移動でロードを挟むのと、しょうもないサブイベントみたいなのがいっぱいあって、その正直ドラゴンボールの本編と全く関係なさそうなサブイベントっていうのはちょっといただけなかったなっていうのはね、めちゃくちゃ多くて、あとちょっと終盤にかけて敵が強くなりすぎるというか、インフレが激しくて、なんか本当はなんていうのかな、もっといろいろとシステムを理解してたら、まあ、苦労することなく進めたんだと思うんだけど、料理のあれとかもいまいちできてなかったしね。本当はだから料理とかして基礎能力を上げといて、強い状態にしておくっていうのがね、良かったんだろうけど、いまいちその辺が分かってなくて、でもそれ本気でやろうと思ったらもっと時間かかってただろうから、まあ50、60時間ぐらいかかってたんじゃないかな、多分ね、最初からそういうのやってたらね。で、まあそのコミュニティボードも多分全部集まってないから、もしかしたらこの先もあるのかもしれないけど、どっか取り逃してる部分もあるんだろうね、きっとね。サブクエのなんか派生みたいな感じのを取り逃してるみたいなのがあったんだろうね、きっとね。いや、それにしても本当にね、ムービーのクオリティも高かったしね、ドラゴンボールのなんだろう、 Z の世界をずっと振り返ったって感じだよね。わあ、すごいな、本当に。いや、本当クオリティ高かったな。でもこれらのクオリティの高い映像をさ、鮮明に思い出せないぐらいの、なんていうのかな、インターバルの時のロードを挟むイベントがしんどかった。その間々のさ、人造人間編とかさ、サイヤ人編とかの間々にあるそのインターバルっていうの、あれがね、本当にね、きつかったかな、本当に。まあ、いいイベントもあったんだろうけど、やっぱドラゴンボールの本編とは本当にね、なんか関係ないようなしょうもないイベントをやるのは結構きつかったです、本当にね。いや、すごいな。ベジータがさ、もう本当にちょいちょいいいとこで活躍するんだよね。セル編も結局そうだったじゃん。これで最後チャンス作って、隙を作って、セルをやっつけると。魔人ブー編もそうだよね。フリーザ編はそれはできなかったけどね。ベジータ死んじゃってたから。そう、だからその間のインターバルとかがね、とか、その、なんか変なイベントとかね、そういうの全部なくしてほしかったなって正直思う。で、もうこの映像だけをずっと延々と見て進むぐらいがちょうどよかったと思うけどな。あと技もね、
なんだかんだでその戦闘も結構しんどかったかな。あのザコと戦うのがしんどくて、同じパターンのザコばっかりだし、味気ないっていうのもあったし、結局なんかそのドラゴンボールに関係するキャラクターが出てきた時も、出てくる敵は骸骨ロボットかっていう感じで、そこのクオリティももうちょっと変えてほしかったなって気はするよね。どうせやるんだったらさ、なんかね、ドラゴンボールのキャラクターで強い敵を出すみたいなさ、ね、もうなんかすごいレトロのドラゴンボールで言うとガーリックジュニアとかね、なんか映画のキャラクター出すとかさ、そんなんでよかったと思うんだけどね。そこは味気なかったかなとは思いますね。でもあとのそのドラゴンボールの世界観の再現度は半端なく置いていたかったなと思いますね。はい、すごくいいお話でございました。さあ、これはもうちょっとだけ続くんだよっていうやつあるかな。世界中の人々の力を集めた元気玉により、ついに魔人ブーを倒すことに成功した悟空たち。悟空たちはその喜びを胸に地球へと帰るのであった。さあ、待て、これ魔人ブー編が終わったっていうだけで、もしかして、いや違うよね、今までそんなスターフロールなんか出なかったから、これでおしまいだよね多分。でもあるんだろうね多分ね。これだって必殺技ツリーとか解放されたとか出てきたもんね。魔人ブーとの激闘から数日後、人々は魔人ブーの恐怖から世界を救ったミスターサタンを英雄として称えている。そして悟空たちの静かな日常が戻ってきた。どうしようこれ、またインターバル始まるぞこれ。ベジータ、フリーザ、セルにブー、これまでいろんなやつと戦ってきたけど、この世にはまだまだすんげえやつがいるかもしんねえ。へへ、オラワクワクしてきた。よーし、もっともっと強くなっぞ。働こうぜ悟空。やっ、おい悟空、この声クリリンか。いやお前、あのマジブーよく倒せたな。お前がいなかったら地球どころか宇宙全体がどうなってたかわからないぜ。確かに魔人ブーを倒すのは良かったけどよ、俺は一人じゃ倒せなかったな。俺はまだまだ修行が足んねえみてえだ。お前が修行が足りないってどんだけだよ、ったく。けどお前は昔からそうだったよな。強い相手と戦う時のお前ってどっか嬉しそうでさ。だからといってあんな悪い奴が何度も現れても困るんだけどな。そりゃそうだな。まあお前が強くなることは止めないよ。今のお前が修行したらきっとさらに強くなるに違いないさ。悟空、やるからには絶対に一番になるよ。ありがとうな、クリリン。じゃあな。暇が出たら顔出せよ。待ってるからな。あ、修行所に新しいメニュー。お、また通信だ。次は誰からだ？やっほー。孫くん。どう？ブルマか、どうしたんだ？ね、それがさ、あんたがブーを倒してくれたおかげでようやく平和になったじゃない。ああよかった、これで好きなことできるわってしみじみ思ってたんだけど、そしたらちょっと思い出しちゃったわけよ、未来のトランクスをさ。あいつのいる未来も平和になってんのかとか、そもそもトランクスは元気にしてんのかとかさ、でいろいろ考えてったら、なんかトランクスに無性に会いたくなっちゃってきちゃってさ。けどあいつがいるのは未来だろ、タイムマシンがなければ会うことはできねえぞ。うっさいわね、分かってるわよ、タイムマシンがないとどうにもできないことは。けどタイムマシンはもうここにはないし、そもそもあれは未来の私が作ったもので。作っちゃったって。そうよ、タイムマシンがあればいいのよ。未来の私にできて今の私にできないわけないはず。なんで思い浮かばなかったんだろう。よし、パパッと作っちゃおう。おい、ブルマ、なんだあいつ言うだけ言って切りやがった。けど少し気になったから、後であいつのところに行ってみっかな。
にちは。もしもし、突然の連絡申し訳ございません。あなたにお伝えしたいことがございます。あの、よろしければカプセルコーポレーションのトレーニングルームまでお越しください。さようなら。それでは、何か伝えたいことがあるようだ。カプセルコーポレーションに向かおう。魔人ブーとの戦いが終わり、世界に平和が訪れました。しかし世界のどこかにまだ見ぬ強敵が潜んでいたり、助けを待っている人がいるかもしれません。悟空たちの物語は終わりません。仲間と共に冒険を続き、より最強を目指しましょう。うん。ちょっと勘弁してくれ。それは勘弁してくれ。サブストーリーはね、きついんです。正直。さっきもお話しした通り。ねえ。さあ、悟空、とりあえず悟空の、うわあ、これはすごい、人造人間まで使えるの？うわ、これはすごいね。あちゃー、ここまで行くか。うわ、メインキャラクターとして使えるぞ、18号。ご飯も。ヤムチャ仕上がってさんも。あ、これ、クリア後のあれがすごいな。こっから本番みたいなとこあるね、ちょっとね。あらら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 ら、気合十分。はい。取っていこっか。で、砲撃の3。どうしよう、これ。メインストーリー終わったけどさ、ドラゴンボール Z かかると続けるべきかどうかかなり悩みますね。あ、超特大元気玉もいけるようになったね。魔人ブー編が終わってからさらに、必殺技ツリーが解放されるってどういうことよ。ねえ、ごはんちゃん。いやー、これは参ったな。どうしましょう。続けるべきか続けざるべきか。今、そのさ、後々でやってるからさ、前倒しでやってるからさ、わかんないんですよ、その、視聴者さんの反応がね。リスナーさんの反応わかんないから、すごい需要があるんだったらプレイしてると思うんだけど、それがあるかどうかわかんないんですよ、今ね。でも、まあ、今までの感じから言うと、結構ね、カカロットはね、見てくださってる方が、ビッグバンアタックいらっしゃるので、まあ、そこそこその、なんだろう、スーパービッグバンアタック。超限界突破ギャレックを。だからそこそこそのカカロットに関しては、まあ視聴者さんのね、あれが、層がいらっしゃるのかなっていう気はするんですけど、ピッコロはいいよ。18号気になるな。これでも全部取りに行くのもな。アルティメットブラスター。ご飯、ごてんたちは、ああ、カメハメハ。ごてんアタック。いやー、これはどうしましょうね。とりあえずサブクエが誰があるかとかぐらいは見ていく？とりあえずここに一つ。これ何？バッティングセンターもある。二つ。うわぁ、ナメクセ海王神地球外エリアが解放されました。ちょっと待ってくれ、これ。これはやばいなぁ。ちょっとやばいですね、これは。できることが増えすぎ。どうしようね。修行場のメニューが解放されたとか言ってたよね。やっぱり父さんにはかなわないや。父に挨拶だけしとこっか。やっぱ自分頑張るだぞ。あ、料理頑張るだぞ。変わらないか。どうしよう、これサブクエ。とりあえず仲間だけ連れていこうか、パーティー編成でね。あ、そうか、 Z、 カードナンバー、カードダスってやつ見てみようか。36個しか集まってない。あ、何これ、めっちゃかっこいいのがある、これ。あ、それじゃない、それじゃない。これ。僕は孫悟飯だ。あの子が紛れ込んでいるなんて知らなかったな。
え、めっちゃかっこいいんだけど、これ何これ。おい、なんでこんなにさ、うわ、何これ。じゃーん、神ハウスに行ってきた。ん、証拠だ。あー、これあれか、瞬間移動した時の。これは、あー、ベジータがやられた時か。これは、あ、スーパーサイヤ人。うわー、すごいなー。めっちゃいっぱいなんかかっこいいカードが。すげえ。これ本当に販売してたやつ、もしかして。ねえ、これがスーパーサイヤ人3だ。うえー、あ、今度はいいやつに生まれ変われよ、またな。作画がちょっとなんか怪しいけど。いやー、すごいね。あとストーリーとかはどうなってんのかな、これ。推奨レベル76。あー、これで見れるのか、平和なる日常とか。達成済みストーリー、あ、進行中、なんと料理できる。あ、これで見れるのか。これは楽でいいな。対象キャラクターは悟空。ボルンガに願いを叶えてもらうために知恵の試練に挑もう。あー、ベジタルのトレーニング相手には義乳が最適なようだ。まずは元の姿に戻そう。なるほどね。町に迫る恐怖、恐竜退治を依頼されたサタン。しかし、臆病だと言って、腹痛だと言って、ご飯に退治を頼むんだった。ラムという少女が行方不明。ラムを探し出し、真相を究明しよう。ラム、スノ、トランクスが隠し事をしている。ピッコロに与えられた自由な時間、ピッコロがやりたいこととは、そしてそれをなすことができるか。謎のフリーザー軍兵士を発見、悪さをする前に倒してしまおう。ナメクセエリア。未来のブルマから探し物を頼まれていたトランクス。この時代のブルマが力になってくれるかも。ピッコロが手合わせを望んでいる。師匠に成長したところを見せよう。あ、これは、何これ。ペンギン村からやってきたらあれたちが、道に迷ってというペンギン村を探してあげよう。あられちゃん出てきた。悟空。復活したダーブラは天国での暮らしですっかり平和主義の善人になっていた。なんとか説得して手合わせしてもらおう。ダーブラは復活したの。化け物を食べようとのんきな観光客が地球にやってきた。放っておくと危なさそうだ。推奨レベル39。あー、これ、やっぱクリアしてないやつあるな。80。新しい武道大会を開催するためブルマに相談した僕、ブルマの、助言をもとに準備を進めよう。74。栽培マンが暴れている。85。老化用心は悟空と昔交わした約束の褒美を持ってこいと急がす。もうこれ以上はごまかせそうない。以前フュージョンした時、トランクスより木の強さが劣っていたことが悔しい5点だが。蘇った人造人間19号、20号?めっちゃいっぱいあんな、これ。推奨レベル3。こんなのあったの?全然クリアしてないね。この古いやつとか昔のやつが全然ダメだもんね。バビリー。あ、これドラゴンボールで復活させるって、あれか。ドラゴンボールを使って復活させるがこのレベルなのか。占いババにあの世の達人と戦わせてもらえないか相談してみましょう。ヤムチャ自身がどれほど成長したのか、ご飯を相手に試したいらしい。33。
これはでも、ベジータ。これはいけんのか？無理だね。これ押したらなんか、いけるとかじゃないのか。亀川流修行所。ほう。サポートスキルで敵を出せ。レッドオーブを獲得せよ。料理のレシピを極めよう。ああ、そういうことか。どうしようね、これ。一応ね、うん。2時間12分ほど一応プレイしてるっぽいけど、今動画が再生できませんってなってたけど大丈夫かな？ちゃんと放送できてる？大丈夫だね。オッケーオッケー。そしたらね、なんか一個ぐらいやっとくか、僕。一応レベルが72に上がってるから、多少ね、なんかできると思うんで、戦闘ぐらいやっとくか、一個ね。料理の勲章、いきなり勲章入った。サブクエに一個行ってみるか、そしたらね。悟空が行けるサブクエ。なんか出てきたね。さらに言われてる？ああ、襲われてる村人か。こっちは？父、読めないな。村人はご飯じゃないとダメだったんじゃないのか？思い出だけちょっと見ておくか。よし。でももうあんな熱いバトルもないしさ。ねえ、どうしよう。あとサブクエとだけでしょ、あっても。ドラゴンボールかかったらここで終わりにしよっかな。もしこれ以上先やって、面白いイベントがあるんだったらいいけど、あれだけ熱いムービーとか多分ないと思うんですよね。なかなかやりそうなやつだな。なんか嫌だな。ワクワクすっぞ。おい、龍拳。よいしょ。よいしょ。やっぱ雑魚戦とかめんどくせえな。あれだけのムービーがあったからこそやったってとこもあるよね。やっぱり。よいしょ。あ、悟空、サポートスキルつけなかったな。ね、あれ必要だったな。よいしょ。あ、味方ついてきてない。いいよ、悟空だったら一人でなんとかなるよ。よいしょ。おい。結局これで戦うしかないからね。龍拳とか使ってもしょうがないし。はい、さようなら。修行し直してきたらどうだ。煽るのが悟空スタイルですから。さあ、仲間を連れてくるのとサポートスキルつけて、よいしょ。あれ、ここにあったんだけど、思い出のあれがないか。悟空さん、ここだよね。この下かな。ちょっと歩いてみるか。あったあったあった。ヤムチャかな。悟空が敗れ、もはやピッコロ大魔王に勝てそうなものは誰もいなくなった。残された手段はかつて亀仙人の話である、ムタイトがピッコロ大魔王を封じた秘術マフーバを使うほかない。死と同じく亀仙人は決死の覚悟でピコ大魔王の前に電子蛇を設置し魔風を放った。あ、なんだこれ、ボロッチ炊飯器だな。なんかお札が貼ってあっけど、大魔王封じ。もしかして天津飯が言ってたピッコロ大魔王を封じるためのやつかな。天さんが代わりにやったんだったっけ、確か。さて、間違えた。これね、
操作ちょっと間違えることが多いからね。キャラクターで、そしたらちょっとこれで悟空のパレットをね、変えていこうか。気合十分。うん。で、ご飯ちゃんも、パレットに、気合十分入れとくか。よいしょ。ご飯と悟空だけか。75円してんのは。だから、あ、ベジータもいけるか。よし。ベジータは、ここと、一気に上がったね、ベジータね、最後ね。で、パーティー編成して、18号とか入れたいけどね。ご飯と、じゃあ18号入れてみるか。ね。よし。じゃあ、あとは、一個ね、サブクやってみっか。父親のなんとかってやつやってみるよ、これ。こっちまで行ってみようか、そしたらね。父親の威厳かな。あ、これトランクスかな、あれ。あ、違うな。そんなことはない。トランクス西の都だもんね。じゃあ、あのサブクエやったら、今回終了にしよっかな。もう多分ね、そのストーリー的に、さっさと片付けちまうか。もうだって、ドラゴンボールの世界終わっちゃったからさ、正規のね、メインストーリーの。あとはもうサブクエしかないんで、アラレちゃんのはちょっと気になるけど、さっさと片付けちまうか。ね、ペンギン村のアラレちゃん。ご飯の学校は、この町にあるんだっけな。あ、サタンがいる。あ、そういうことか。今度はサタンにうめえ飯でも食わしてもらおうかな。おいと。キングエプロン。まあ、言ったぞ。ご飯くんとか助けてくれないだろうか。あ、これご飯じゃないとできないっていうパターンのやつか。しょうがねえな。悟空をサポートキャラにするか。そしたらパーティー編成、サポートを切り替えてこれでいきますか。16号さんは、ちょっと、18号さんは、まあ、いっか、勝てるでしょう。ん？ごはんくん来てくれたか。ほんの少しなんだが困ったことが起こったんだよ。何？あの、何があったんですか？ああ。このサタンシティの近くに恐竜が現れたらしくてな。警察も相手の動きが早くてお手上げらしいが、町のそばに軍隊を派遣するわけにもいかん。そして、警察からこの私に出勤要請が来てしまったんだ。じゃあ早く行かないと。ああ、本来出れば私が行くべきなんだが、今朝から腹の調子がもうダメだ。耐えられん、一歩も動けない。そうか、そりゃダメだね。腹の調子が悪いとダメだね。ごはんくん、どうかどうかこの私の代わりに町を救ってくれい。しょうがねえな。父親の家、レベル76だって。ちょっと強いぞ。勝てるか、ご飯。よし、わかりました。僕は恐竜を退治してきます。うん、すまんねえ。任せたぞ、我が一番弟子よ。いつから弟子に。はい。恐竜は西の方にいるらしい。波乱調子さえ良ければ私が行くのだが、と。さて、一匹狩るだけでいいのか。西ね。どこにいるのかな、ごはんちゃん。あ、こう、ナメクセとかもいけるから。西、あ、これ。おいと。じゃあ、ちゃっちゃとやっちゃいましょうか、ごはんちゃん。おいと。まあ、さっとやるだけでいいんで、これも。楽勝でしょう。おい。いくよ。はーい。うん。まあ、楽勝ですよね。あれ、当たんないな。
あ、意外にタフだな、こいつ。よいしょ。ほい。ごはんちゃん？ごはんちゃん？ごはんちゃん全然当たってないぞ。しかもめっちゃタフだし、こいつ。ご飯の気弾にこんなに耐えられるか？アルティメットご飯だぞ、しかも。いやまあまあまあ、頑張って倒しましょう。やっぱサブクエはね、サブクエはいかんな。やっぱあそこで止めとくのが一番良かったね。うん、多分ね、これやったら終了するかな。うん、気持ちよく終わるのは、スッてやってスッと終わりするのがいいね。あとはもう、ね、ムービーもあるわけじゃないし。よし。うん、これでもう大丈夫だな。サタンさんに報告しよう。よし、そしたらミスターサタンのとこ行ったら今回終了にしようかな。こいつなんかアイテムくれたりしない？なんかモンハンの夜でなんか近づいちゃうな。ミスターサタンのとこに帰ろうと。大したことなさそうだな。ちょうどね、お尻も平和を守らなきゃ、ね、痛くなってきてたから、ちょうどいい終わり方かな、これでね。ビーデルさんいるかな。そう、ビーデルさん会いたいよね。恐竜倒してきましたよ。いや、ゴハン君ご苦労だったね。よーし。あ、これでミスターサタンのあれが入るのかな、メダルがね。あ、そういうことか。空いてるパネルなんだろうと思ったらめっちゃ上。なんだろうと思ったらそういうことか。クリエゴの報酬だったのか。よかった、お腹が治ったんですね。もうバッチリだ。やれやれね。そんなの最初から嘘に決まってるじゃない。厄介事をまたご飯くんに押し付けたんでしょ。あわわわ。ビーデル何を言い出すんだ。パパったら最近はトレーニングもサボってるし戦うのが怖くなっちゃったんじゃないの。そんなことは。ああ、昔のパパは強くてかっこよかったのにな。ビーデル。ミスターサタン、サタシチに凶悪な銀行強盗が現れました。防弾チョッキで銃弾も弾いてしまい、取り押さえるのを手伝ってもらえないでしょうか。よし、また僕が行ってきましょうか。待ちたまえ。大丈夫、今回は私が行く。娘の前ではいつだって強いパパでいたいからな。パパいいね。よーし、待ってるよ、人ども。このミスターサタンが退治してくれるわ。うん、パパ頑張ってね。かっこいいお父さんですね。たまにだけどね。いや、いいよミスターサタン、こういうところがいいよ。サタンさんがやる気になって、ピーデルさんも嬉しそうだったな。またパパが真面目に頑張ってくれたら嬉しいな。あ、こんな感じでビーデルさんも出てきてくれることがあるんだね。イベントこなしたらね。よし、じゃあサタンシティの、すごいぞ、うん、力が湧いてくる。サタンのビーデルさんの家のね、上で終了にしましょうか。うん、どうせなら悟空をやっぱりねメインにしたよね。よし、ご飯のレベル高えな。よし、ということで、今回でドラゴンボール Z カカロット終了かな。また需要があったらね、カカロットも、サブクエやっていこうと思いますけど、今のところサブクエにあまり期待ができないので、やる予定はあまりないです。次クリアできそうなね、モンハンがクリアできそうなんだけど、モンハンめっちゃ大変だから、個人的にね、操作も結構大変だし、だからまあ、ね、アイスボーンも多分 DLC であるからさ、結構長くなるかもしれないんで、うん、まあやるんだったら次ダイングライトかなっていう風に一応考えてはいるんだけど、他のね新しいゲームも一応あったりするんで、まあ、そのあたりも考えていこうと思います。ということで、ドラゴンボール Z カカロット、ご視聴誠にありがとうございます。本編ね、メインストーリーはこれにて終了ということで、またね、サブクエもしやるんだったら
ドラゴンボール Z カカロットでお会いしましょう。よいしょ。ということで、もう行くよ、他の動画もありますので、またそちらもご確認お願いします。であとチャンネル登録ね、ぜひ協力してください。1000名ですね、頑張ってね、1000名のチャンネル登録者様を、なんとか登録していただきたいのでよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。